藤枝市の蓮華寺池公園です。この池のほとりに静岡のいいものだけを集めたジェラート屋さんができることになりました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。西谷文則さんはイタリアで修行してきた静岡を代表する料理人の一人です。奥さんのエリさんとオール静岡の素材でジェラート作りに取り組んでいます。ベースの一つは静岡の牛乳です。静岡県内の酪農家さんにもっともっと元気になってもらおうっていうコンセプトで、イタリアの機械でなければ作れないジェラート、しっかりと練り込むのでコシのある滑らかなジェラートになる、鮮度フレッシュ感をたくさんの方に届けたいなっていう思いで、もうミルク感がそのまま出てますね。奥志津井川のからし菜を使ったジェラートなど、これまで2人が出会った素敵な農家の野菜や果物をジェラートにしていくことになりました。藤枝市の蓮華寺池公園です。道路1本挟んだ場所にジェラートの店が作られます。ニューヨークのセントラルパークをちょっと意識したような感じのポップな感じのお店を意識してます。奥志津材の材料を使わせていただいて、ここでみんなが集まれるようなデッキと、で会場コンテナの上には屋上を作りますので、ホッとできるようなスペースになってます。奥志津の木を求めて玉川木こり社を訪ねました。なるべくオール静岡でいる建物も食材もそうなんですけども、やりたいなっていうのは、こんな身近なところにこんな山があって、木が作られていたんだな、みんなにもこう身近に感じていただきたいなと思うし、みんなのためのジェラート屋さんというイタリア語を縮めたジェラトゥッティは5月オープン予定です。みんながここに集まって、みんな、いろんな情報を交換してもらって、町のコミュニティになるような、そんなアイスクリーム屋さんを目指しています。全てのフレーバーは全てオール静岡でジェラートを食べて、本物の素材を食べたいなとか思っていただけるような、そんな商品を作っていきたいと思ってます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。